背景です。今回は来季の抑えはこの投手 GM 高評価で期待大ということで、今回はですね、まあ来季抑えを期待されているあるピッチャーについて話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではね、田村が来季抑えを狙うということで、まずは記事の方から読んでいきたいと思います。西部の田村一郎投手が5日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約公開講習に臨み、300万円アップの年邦1300万円でサインした。来季から背番号が40から豊田投手コーチが現役時代につけていた20に変更される。 ドラフト6位で2017年立教大学に入団。7年目の高校24試合に登板し、主に中継ぎで、23. 2 3 2 2ゴを投げて2勝1敗1セーブ。6ホールドをボグついて1点52の成績だった。田村は今季終盤の投球を評価する。 今季は一年間通して、その東京してほしいと言われたと打ち明けた。今季は自分が戦っていく一つの形を見ることができた。レベルアップしたところを感じることが多かったと、来季に向けての手応えをつかんだそうだ。その上で、背番号20になることに、それヨタコーチが背負ってきた番号でクローザーを目指してきたので嬉しい。トヨタさんのような絶対的な守護神と言われるようなクローザーになりたいと言葉を弾ませた。渡辺久タノブジネマネージャーも、田村の意欲的な姿に目を細め、フォークボールの三振率が高いのでクローザーに向いている。高いモチベーションを持ってやっていてほしいと期待をせたということ でね、まあ、田村投手、まあ、来シーズンの契約がアップしたというところと、まだ背番号変わってですね、まあ、GM も非常に期待をしているということです。まあ、そこでね、今回は田村投手について話していきたいと思うんですけれども、まあ、まずはね、今シーズンの田村投手の成績から振り返っていきます。24試合に登板して、防御率1.52、23.22ぐらい、2勝1敗、6ホールド、23進。吉野球が8個、左率1対 6B9 人、KBB2.5、0VIP0.93 という成績でした。はい、まあ、成績だけ見ると、本当にね、素晴らしい成績だったんじゃないかな。 と思います。 え、今シーズンはね、ずっとシーズン序盤は2軍だったんですけれども、まあ2軍でね、非常にこういいパフォーマンスっていうところを見せてくれていました。まあフォアボールもね、非常に少なくて、まあ三振もね、結構取っていたというところ。ただ、ね、やはりなかなか出番がなくて、まあトレードに出されるのではないかみたいな話もね、シーズン途中出てきていた中で、ただやっぱり途中ね、結構ブルペンが苦しくなってきたっていうところで、1軍のチャンスをつかむと、まあそこでもね、しっかりと活躍をして、まあ後半は、まあ、ずっと1軍に定着ということになりました。えー、さらにシーズン 終盤に関しては勝ちパターンだったりとか、抑えを任された試合もあったりとまあ、非常に飛躍の1年になったんじゃないかなと思います。まあ、ここ数年っていうところはね。なかなかやっぱり出番がなくてまあ、トレード候補っていうところにもなっていたんですけれども、まあ、今シーズンでね。もうそれも一周することができたんじゃないかなと思います。 まあ、今シーズンもちろん成績ってところに向かったんですけれども、やはりこう内容面のレベルアップっていうところも顕著で、平均球速は昨シーズンが144キロだったところ、今シーズンは146キロと、まあ2、3キロぐらいアップすることに成功しましたし、まあ決め球のチェンジアップ、まあ GM フォークっていう風におっしゃってましたけれども、このね、チェンジアップの被打率0割3分、そして空振り率28.2%ということで、まあ圧倒的なスタッツをね、このチェンジアップはマークしておりまして、もう田村投手の中ではこれ絶対的なボールになりつつあるんじゃないかなと。 いうふうに思います。まあ、それもあってね、やはり今シーズンたくさん三種も奪えたっていうところもありますよね。で、まあ、背番号もね、来シーズンは20番に変わって、まあ、抑えとして GM っていうところも期待を寄せております。 まあまだね、こう、通年で、え、しっかりと活躍したっていうシーズンがないのが、まあ懸念されるところではあるんですけれども、ま来シーズンはね、1年間、今シーズンのようなパフォーマンスってところを出してね、まあ勝ちパターンだったりとか、抑えっていうところに食い込んでいけるように、え、頑張っていってほしいなというふうに思います。来シーズンの田村投手に期待です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。え、今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。